大変長らくお待たせいたしました。本日もパイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、プロレス今日は何の日という本の中から実際に行われた試合を、抜粋してパイプロで再現してみよう、そうするコーナーですね。本日、この YouTube に上がっているのは12月の12日ですので 12.12、1991年ですね、 SWS で行われましたスーパーレスリン東京ドームで天竜とホーガンの、初対決が行われた日ということで、本日はこの試合を再現したいと思います。で、まあ、この試合を語るということになると当然SWS のことについて、触れないといけないということですね。ことの発端は、まあ、単純にメガネスーパーの田中社長という方が、プロレスの団体を、まあ、作ってみたいということをいろいろな人に話をし始めて、剣道長崎さんとか、将軍 KY 若松さんとかあの辺にがじゃあちょっと一応やりましょうかみたいな感じに確かなったんですよね。で、まあいろんな人がその、どうにかできませんかねっていう形で動いて、であの時前田明とか UWF の方にも声をかけたかかけなかったか、武藤敬司も声がかかったかかからなかったかいろいろあったんですけども、結局天竜源一郎が、そのエースとして団体のエースとしてやるということが決まってできたのが SWS ですね。で、1990年に、できてさまざまなレスラーが、まあ、そこに、賛同していくんですけども、まあ、他にもいろんなこう事件というか話題を振りまいてくれましたね。例えば1990年はいろんなレスラーが入って、高野俊二、高野兄弟とかね、グレート歌舞伎八代明、あとは鶴見五郎とかね、石川隆とか、ただまあ全日本プロレスからがかなり多かったんですけども、新日本プロレスの方はそれまでに、レスラーの流出があったりしたので、この噂が出た時にすぐに、山本虎鉄さんとかが道場に泊まり込んで若手が夜逃げしたりしないように、ずっと見張りじゃないですけどもしてたとかね、いうのがあったと。で、まあ、それで、1990年にレスラーがいっぱい集まってきて、形を成していくんですけども、この翌年、まあ、この試合が行われた1990年には、もうさまざまなトラブルが、起こります。まず全日本、あれ全日ですよね、高木功、現在嵐といったかな、大麻かなんかで逮捕された人ですよね、が解雇されてたり、金券プロレスと、揶揄した週刊プロレスに対して、取材拒否を行っていたり、あとは UWF 藤原組、これがだからもう分裂した後ですよね、UWF がね、の藤原組が参戦したりで、WWF との、前年1990年に WWF と2年の提携契約を結んで、それとの共催で、東京ドームを開いたりで、神戸ワールド記念ホールで行われた、大会では、鈴木みのるとアポロ菅原、だからその藤原組で参戦していた鈴木みのるとアポロ菅原と、ごめんなさい、アポロ菅原が、八百長じゃないけど噛み合わなくって、途中で試合放棄をするとかね。で、その同じ大会で、ジョン・テンタと北尾のいわゆる北尾の八百長野郎発言事件ですよね、があって北尾が対談になったりで、これは僕も知らなかったんですけども、今回勉強して分かったんですけども、その年にはもう田中社長が退任して天竜源一郎が社長に就くんですよね。で、その後アシュラハラが入団したり、EMLL、 現在の CMLL ですねルチャリブレの団体と業務提携をしたり、そこで、ウルティモドラゴン、まあ、後のウルティモドラゴンですね、浅井さんと、手を結んだりとか、まあ、その辺がいろいろ超激動ですよね。ただこの、天竜が社長になったことで天竜派と反天竜派に分かれていくとかっていうのがあって、1992年この試合の翌年ですよね。翌年に、もう SWS というのは、崩壊してしまいます。あっという間ですよね、2年で、ということをどうなりますか、ということなんですけどもね。まあただそのお金があってもできなかったとか、まあ、いろんなことをこう話題を振りまいた SWS、 プロレスを昔から見てる人にとっては、絶対に避けて通ることができないという団体にもなりますね。でこの、前置きがかなり長くなりましたが、ハルク・ホーガンはそもそもその WWF、 当時 WWF ですね、現 WWE に移る前は新日本プロレスで、まあ、ストロングスタイルを学んで、向こうでアメリカで成功するということでしたから、その新日本プロレスと全日本プロレスのトップを走ってた天竜とは当然接点がなかったので、まあ、今だったらこう別に実現してそうなことかもしれませんけども、まあ、その当時見たくても見れないカードだったわけですよね。さあどうだ。まあ、実際、史実では、天竜が今のアックスボンバーで、2連発で、負けるのが本当の試合なんですけどね。それがまあパイプロでやったらどうかというのも、まあ見ながらやっていきましょう。まあ、だから新日で育った、アックスボンバーじゃねえや、ハルク・ホーガンと全日で育った、天竜源一郎が実際に戦ったらどうなるかというのをこう実現してくれた。だからそういう意味では、お金の、金券プロレスであったと批判されたりしたんですけども、見ているファンとしてはやっぱり嬉しい場面だったんではないでしょうかね。はい、というわけで、試合の方でもハルク・ホーガンの方が、まあ、実際はねアックスボンバーで勝つんですけども、試合時間15分9秒バナナスプレッドでハルク・ホーガンが天竜源一郎からギブアップを奪った試合ということで、本日12月12日 12.12 は、東京ドームでハルク・ホーガンと天竜源一郎の初の一騎打ちが行われたということでした。はい。というわけで、あっさりした形ですが、この辺で終わりにしたいと思います。また次回、ファイプロで再現したいと思いますので、よかったら、見てください。では、また。